はい、どうも、リリースタイルの346です。今日も、ライフアフターやっていきたいと思います。で、今日はですね、このゲームの、まあ、重要な一つの要素であります、素材集めについてお話ししたいと思います。で、このゲーム、いろんな素材を集めて、まあ、武器を作ったりとか、こういった家を作ったりするので、まあ、素材集めっていうのも絶対必要不可欠になってきます。ただですね、非常にこの素材集めしていくのはいいんですけども、まあ、例えば木を切ると今木の48とか60とかなってますよね。で、切ったことによってこうやって木がこのように手に入るという形なんですけども、これをまあ今これ家の周りやってるんですけども、実際は外に探索に行っていくといろんなものが手に入るという形になります。で、いろんなものを集めるのはいいんですけども、まあ、多分やった方はもう分かられると思うんですけども、結構すぐ荷物がいっぱいになってしまうんですよね。で、まあ、チュートリアルっていうか、このゲームの流れに沿っていくと、こういった大きな単数というか、大きな物置みたいなものを作れっていう指示が出るんで、皆さん作ってる、もしくは今後作ると思うんですけども、このワインチェストっていうのも、この右側書いてあるように容量が決まってまして、全部入りきらないんですよね。こうやって入れたりすることはできるんですけども、すぐ容量がいっぱいになってしまってます。で、結局これ私も今ちょっと整理して若干1個ですね、あと入るぐらいの余裕はできてるんですけども、入りきれなくて、結構困ってる方いると思うんですけども、で、絶対ですね、これ結構もう序盤で必要になってくると思うんですけど、この隣にあるんですけども、これ木製のちっちゃなタンスっていうのが必要になってくると思います。で、このタンスは、隣のワインチェストかなよりも容量は少ないんですけども、こうやって容量がですね、自分が保持できるアイテム数が増えていくので、これはぜひ早めに作った方がいいのかなと思います。で、作り方はですね、これも一応ガイドで出てくるんで、進めていくと自然と分かると思うんですけど、一応ご説明すると、この建材作業台っていうところに、ここに基本、とか半製品とか家具とかあるんですけど、家具のところタップしていただくといろいろ出てくるんですけども、この小さな木製タンスっていうのができてます。で、これをタップすると作成することができます。ただこれまた材料がいるんですけれども、これ何がいるのかな、何だったかな、木の板がって書いてありますね。3つ木の板が必要になってきます。で、木の板っていうのは何が必要かっていうと、120のまあ、木ですね、さっき木を切ったと思うんですけど、あの木と小枝はですね、ちょっとレアドロップ的なものになってて、木を切ってたらたまに落ちてくるものになります。で、これが必要になってきます。これをこの素材で木の板を3つ作るとタンスが作ることができます。で、私も実際もう容量がいっぱいになったんで、もう1個作ってます。こっちはまだ余裕があるんで、まだまだ入るんですけども、で、こうやって作る必要があります。で、これ、なんでこうやってまだ空いてるのに、作ってるのかっていうと、探索に行くときに実はこのリュック、左下にリュックのマークがあると思うんですけども、このリュックも結構空にしていかないと、探索先でリュックがいっぱいだとほとんど物が持てないんですよね。で、物が持てないと結局こっち持ち帰ることができないので、できるだけ、探索に行く前にこのリュックを、まあ、空にするというか、使わないものを整理してあげた方がいいと思います。ですね、私も今結構整理できてるんですけども、で、探索に持っていくもの、最低限持っていくものってちょっと前の動画にも挙げてるんですけど、回復アイテムは少しは持っていった方がいいのかなと思います。で、食べ物は現地でも調達できるんですが、まだ自信がない方は一つぐらいは持っていってもいいのかなと思います。で、ちょっと包帯を軽く持っていってあげてもいいですし、ちょっと弓矢置いていきましょうかね。で、あと武器と、
あとは、ツルハシとか、素材を集めるための道具ですね。それは持っていった方がいいのかなと思います。で、こうやって少しでもバッグを空にして外に出て、多めにですね、バッグに入れるように準備をしてあげた方がいいです。で、このバッグもいろいろこうゲームを進めていくとバッグのレベルもあるみたいで、バッグの容量も増えていくみたいです。で、私はまだレベル1なので、バッグなんですけど、なんかこの間たまたまこのハッピー101この街みたいなとこ行ったら、なんかバッグの拡張のしてくれる人がいたんですよね。結局なんかある程度進めないとダメみたいなんですけど、どこだったかな、ちょっと行ってみます。この辺で見たんですよね。あ、これだな。アーミー、あ、そうか、洋服屋さんみたいなとこだ。ニコルって人に話しかけると、バナナとヘベルベットの人。あ、で、ここにリュック拡張っていうのがあるんですよね。で、レベル1をレベル2リュックに拡張ができるそうです。ただなんか条件があるのかな？サバイバルガイドブックのクエスト完了。で獲得が可能みたいですね。で、なんでこれ多分進めていくとこうやってリュックの拡張もできるみたいなんで、そうなってくると1回の探索で持てる量っていうのも増えていくのかもしれないですね。で、実際探索行った時のものをどうやって持ち帰るかっていうのもちょっと説明したいと思います。ちょっとで持てる量っていうのも増えていくのかもしれないですね。で、実際、探索行った時のものをどうやって持ち帰るかっていうのもちょっと説明したいと思います。はいはい、ちょっと狼と戦ってます。ちょっと待ってくださいね。で、リュックの中身なんですけど、死んでなかった。で、このようにですね、いろいろ探索をしていったりとか、こうやって木を切っていきますよね。あれ？あ、これ今小枝がすごい取れてますね。あ、レアアイテムがすごい取れてますね。で、レアアイテムが取れるのかどうかっていうのも、実はレベルによって違ってきます。進めていくとレベルが上がっていくんで、それで取れていきます。で、見るとさっきバッグあんだけ空にしてたんですけど、いろいろここで拾ったので、結構バッグがいっぱいになってきてます。で、本当はまだまだ入るんですけども、ちょっと今日は一旦ここでやめるんですけども、で、帰るときは、このマップの、前も説明したと思うんですけども、このヘリ撤退スポットっていうところですね、ここにもあります、ここにも3箇所あるんですけども、まあ、ここに行っていただければ、ここに行っていただくと、帰れるんですけども、で、帰るときに荷物を、ここに預けないと帰れません。いろいろこの荷物が、なんかこう汚染されてるらしくて、直接は持ち帰ることができないので、この郵送人員人に、あ、風邪ひいちゃいましたね、荷物を預ける必要があります。で、ここで、まあ、今持ってるものを、まあ、預けるっていうことで、まあ、預けて、のエッジっていうところに送ります。まあ、自分の最初にいた拠点ですね、送るってことです。で、まあ、バッグを見ると、汚染されてないのは持ち帰れるんですけど、汚染されたのは全部お渡ししないといけないんで、渡した後こうやってヘリに乗って帰ります。
で、さっき渡したものは、家のポストに届いてますんで、確認してみましょうかね。あ、風邪ひいてるから走れないな。そうすると、さっきこの個人情報って書いてあるんですけど、これが先ほど送り渡したものになります。で、これで。受け取ることができるので、これで無事持ち帰ることができます。で、あれもやっぱバッグを、ある程度空にしていかないと、ヘリにいる輸送人員でしたっけに渡すことができないので、やっぱり、早めにこのタンス類を作って、このリュックにあるものをなるべくタンスの中に収納して、で、まあ、最低限の武器と、まあ、回復アイテムだけ持って、探索に行く。そして、外からたくさん持ち帰ってまたいろいろなこう材料を作っていくという流れになります。で、非常に探索大事な流れだと思います。私も全然できてないんですけども、大事になるんで、ちょっと最低限これぐらいは覚えた方がいいのかなと思います。ちょっとまだ壁なんもないんですけど、とりあえずここで黄昏れるのが今の私の癒しになってますんで、はい、以上になります。また今後もですね、なんかこう新しい情報とあったら、動画にしていきたいと思いますんで、またご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは今日の動画はこれまでです。はい、さよなら。